森田武氏は日本のユーザーエクスペリエンスディレクター。東芝 EMI やマイクロソフトなどを経て2000年に福井新造設立のウェブ制作会社株式会社ビジネスアーキテクツに立ち上げメンバーとして参画し2005年より取締役2009年退職。2010年5月、ウェブサイトやアプリの企画やデザインを行う株式会社鶴亀を設立し、 代表取締役社長に就任。情報アーキテクチャユーザーエクスペリエンスデザイン、アクセシビリティ、ユーザビリティのスペシャリストとして活動中。2012年5月、ウェブサイトのフロントエンドサーバサイドの開発を行う、株式会社ネコメシを設立し、代表取締役 CEO に就任。日本アドバタイザーズ協会ウェブ広告研究会が開催している。 ウェブプロデューサー育成初級講座では講師としてウェブプロデューサーに知っておいてほしいインターネット基礎知識やオカンでもわかる UX デザイン、ユーザーエクスペリエンスデザインって何などのコマを担当するなど講演実績多数。2013年10月より株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズの外部顧問団であるクリエイティブコモンズ代表を務めていた。 CGARTS 協会委員。広告電通商審議会選考委員。ベアイエインスティチュート会員。株式会社ツルカメ全てのウェブサイトに、優しさを株式会社ツルカメ UX ディレクター森田、た志インタビューをパンカ株式会社猫飯メ7月10日、17日、第10回ウェブプロデューサー育成初級講座開催6月19日、二十日。 第11回ウェブプロデューサー育成初級講座、開催、KDDI ウェブコミュニケーションズ、ガジェット専門イ、e、コマースブランド、おねめ解説、それに先立ち、コアボット正式版リリース、クリエイティブコモンズの設置も発表、ニュースリリース GIHYO.jp、技術評論社会力、着力爆カ宇宙地図、2021年3月7日、閲覧、ありがとうございます。